松平よりつね、松平よりつね、松平よりつね、1907年5月5日から2001年10月25日は、日本の作曲家、ピアニスト。四尺、松平より高の長男として、東京市小石川区久方町、現、東京都文京区小石川に生まれる。母の春子は、公爵、徳大寺さ熱つねの四女、王子に、 内閣総理大臣、西恩寺勤持ちがいる。学習院初等科から行政中学校に進む。16歳の時生果が没落し、久方町の邸宅を手放すことを余儀なくされ、父と別居した母に伴われ、妹と共に青山に加う。一購入試に失敗して2年間の浪人の後、慶応義塾大学文学部仏文化に進む。 国立音楽学校に転学したが一年ほどで、慶応義塾大学に戻り、おばの学士援助により、大学時代からピアノを、ナウルトルップに、家政学と、対位法と、学士論を、ハインリヒベルクマイスターに、作曲を、小松康介に指示。慶応義塾大学在学中、1930年1月に、結婚、1931年3月に、長男のライアキラが誕生。 後大学は中退。この間、1930年、清瀬康二や三栗明義や菅原明朗や橋本、国彦たちと共に、新興作曲家連盟を結成する。同年、ピアニストとしてデビューする。1946年、清瀬康二や早坂文雄や伊福部明たちと共に、新作曲派協会を結成する。上野学園大学教授。 日本現代音楽協会委員長を歴任する。1972年史受法賞。1979年君4等。極実賞受賞を受賞する。1996年、文化功労者に選ばれた。2001年糖尿病で没。去年94年。長男の松平頼明も作曲家である。教え子に、小木原俊次がいる。 南部地方の民謡を素材とした新古典主義的な作風から出発し、画学との出会いを経て、画学と西洋の前衛音楽を結びつけた独自の境地に至る。前衛的な作風に転換した時期にはすでに50歳近くになっていたが、それ以後も12音技法からトータルセリエリズム、不確定性の音楽などを次々と取り入れ、作風は常に進化し続けた。オリビエメシアンや ピエール・ブー・レーズに影響を与えるなど、国際的な評価も高く、イッサム入選作品の日本人最多記録を持つ。晩年は、ソプラノ歌手ならゆみのために、モノオペラ、源氏物語を、はじめ数多くの声楽作品を作曲した。その作風は、大まかに言って、以下の4期に分けられる。南部地方の民謡に基づく、新古典主義的なオーケストラ曲、パストラル、 1935年で、チェレプニン賞第二席を獲得し、デビューする。当時の作風は、深い素老から、カチカチと評されたが、譜面が整いすぎて、アゴーギクに支障が出ることは否めなかった。そのような中でも、こ今週、1939年から1945年で見られる、火星付けの点差は、後年の資質を感じさせる。 この頃から、すでに像四度音程に変愛を見せていたが、それは晩年まで一貫する彼の作風の特徴となる。前奏曲二丁、1934年は、アレクサンドル・チェレプニンの演奏で録音されている。カジイモトジローも臨席したアンディジルイコール・マルシェのピアノリサイタルは、当時の日本の常識を覆す、近代作曲家の日本初演の連続で聴衆を驚愕させたが、 ストラビンスキーのペトルーシュカからの学章はこの時に日本初演、このリサイタルに大きな感銘を受けたことがきっかけで、松平は驚異的なスピードで印象廃校の火星イディオムを吸収した。ヘルベルト・フォン・カラヤンの式とイボンヌ・ロリオの独奏で演奏されたピアノとオーケストラのための万式調へ転学による主題と変奏、1951年。 セルボニ社の楽譜でのタイトでは単に、主題と変装、手間いいバリは、エテン楽の演奏で、最もよく聴かれる表情ではなく番色調を採用しており、メロディラインがよく知られたものとは、若干異なる。この曲は20世紀前半に完成された、近代化星の見本詞のような様相に加え、12音技法が部分的に採用されている。一方、第5変装では、 ジャズやブギュウギュのリズムが用いられており、クラシック音楽と商業音楽の中継点を模索する姿勢が伺える。主題と変装が1952年にイッサムに入選したのを皮切りに、1954年にソプラノと室内オーケストラのためのサイバラによるメタモルフォーズが1957年にオーケストラのためのフィギューソノールが1959年に オーケストラのための3枚がそれぞれ入選する。この時期には十二音技法を全曲にわたって敷演し、画学の調子、先方を十二音技法で再分析する作曲技法を開発した。ただし、画学の先方分の7音に対して、残りの5音はかなり自由に選ばれており、この自由選択から不確定性へも開眼したことが、さらに作風の幅を広げることとなった。 オーケストラのための、うまい、さまい以降は音高のみならず他のパラメータにも、セリエルな操作が及ぶようになる。カツラ、1959年では、当時はまだ、ルチアーノベリオですらも模索中だった、素材音高音列の使用と12音技法が、幾何学的に絡む装飾音に彩られた処方と、マッチしている。当時の多くの作曲家が、セリー技法とパルス構造との矛盾に悩む中、 50年代末期の時点であっさりと打楽器奏者に淡々とパルスを託し、なお品格が損なわれることがない。50歳を過ぎても海外の動向を常にリアルタイムで追う松平はヨーロッパにおいて評価を高めてゆき、ピエール・ブーレイズ、ゴフ・フレード・ペトラッシュ、ビトル・トルトスワフスキに激賞された。1963年にオーケストラのための部学が 1965年にピアノ競奏曲が1969年に2台のピアノと2人の打楽器奏者のためのポルトレが1972年に2軍のオーケストラのための循環する楽章が1974年にオーケストラのための前奏曲、間奏曲、構想曲上演見送り翌年再入選が1980年に2つのフルート 二つのクラリネットと四人の打楽器奏者のための神聖な舞踊による三つの楽章のための変奏曲ブリホコ三節による変奏曲が1983年にソプラノと室内アンサンブルのための昇歌が1984年に重楽器のための打楽の主題によるラプソディが1991年にソプラノ、昇、フルートとことのための 源氏物語による三つのエールがそれぞれ入選し、国際的な評価を高めてゆく。不確定性を採用した、素爆者、1961年はフルート独創の古典と目され、現在も様々な名手によって再演されている。フルーティストの個性により、曲創も全く変わってしまうほど自由度の高い楽曲だが、彼は全ての選択バージョンに OK を出すなど寛容であった。 かつては選択性と断片を併記する寄付法であった。それではバージョンの自由度があまりにも高いと判断したのか、2台のピアノと2人の打楽器奏者のためのポルトレビー1967年から1968年はあらかじめ一つのバージョンをすべて書き終わってから次のバージョンを作曲し、最終的に書き終わったすべてのバージョンの中から選択する形を取った。 これら1960年代の様々な試みの後、最終的には不確定性を破棄した。井上二葉の演奏による放送初演で知られるピアノ組曲、美しい日本、1970年は、日本の俗用から画学に至る書形式をピアノ独奏で描き出すことに成功し、日本ピアノ曲史上屈指の名作との呼び声が高いが、これも、 LP と CD が生前発売されることがなかった。同時発音数も控えめに薄い音楽密度が保たれるが、いささかの美学の狂いもなく、完璧な処方で圧倒している。第一曲で見られるように、素材ごとに収出線を引く形式は、画学における残落からの影響が指摘される。この年には、折に触れて作曲していた子供のための教育用作品の難易度を上げた格好の、 日本の先方によるピアノのための練習曲集、1970年も書き上げられた。これら二作品には、硬派な前衛イディオムを用いて世界に訴える、松平とは、また違った一面を覗くことができる。元からそうであったが、第二期以降は演奏家に対して、一切の妥協がないために、ピアノ的なソリフェージュのままで作曲するために、声楽やクラリネットでこの超音程は、 性能上不可能、エクリチュールに隙がなさすぎるために、アゴーギクに支障が出る、譜面に書いていないことが多すぎるなどの問題点も、一切放置した。多くの批判を生んだが、この妥協のなさに完璧な形で答える、演奏家たちに、第三期で出会うことになる。前衛の時代が終わっても、松平は、自己様式を歪めることなく、ピアノ競争曲、第二番。 1979年から1980年に君のオーケストラのための循環する楽章。1971年、二つのフルート、二つのクラリネットと四人の打楽器奏者のためのブリホコ三節による変奏曲。1978年から1979年などの傑作を次々と作曲した。しかし、循環する楽章は指揮者が途中で間違えてしまい。 ピアノ競争曲第2番は必ずしも聴衆から好評ではなかった。この日本人の対応を見て松平は作品の発表をこれまで以上に海外に移した。画楽の先法による6つの即興曲、原曲の2大ピアノ版は1987年、ピアノ独奏版は1991年では先法上の音を恋に強調するため、 セリエル的なテクスチュアの中から民族色がほのかに浮かびがる。松平の技法は、セリー分析が1950年代から困難であったが、この時期に入ると、さらに自由な音選択がされているため、聴覚上と処方上の両面において、先方上の音明に細い装飾で生かされた形状の外角しか把握できなくなっている。システムになっているかなっていないかの、 中ぐらいのが一番いいんですよという彼の理想は第三期でここに隠する。名演奏が得られないことを国していた松平は一人のソプラノ歌手なら由美と出会う。彼女はもともと音程の取り方に釣り上げ、釣り下げといった日本的慣習を伴ってどの国の作曲家の作品も歌いたが松平はその歌唱法をこの歌手を20年待った。と絶賛した。 1993年に完成したモノオペラ、源氏物語、1990年から1993年は、グランドオペラのように、全楽器をソプラノ読書に対峙さることはなく、原始の内容に応じて異なった楽器編成が用意されている。例えば、心からおぼろずきよ、1993年は、ソプラノとクラリネットのために書かれている。 この曲は、奈良弓の歌唱力が遺憾なく発揮されており、一つの音に山状のポルタメントをつけることで、原始の抑揚が表現されている。彼女の歌唱能力に応じて作風がより感能的に変化したことが多くの聴衆を驚かせた。かつての松平は、方楽器の使用には、消極的で、蝶の和音を6つのバイオリンで代用するなどしていたが、この時期には、 ふんだんに方楽器を用い、作品は、高合しさを増している。しかし、細沢三味線のように忌避した楽器は、没年まで一切用いられることはなかった。作品世界を理解した名演奏家にも恵まれ、源氏物語を完成させても、彼の作風は晩年まで進化した。は、どの日本人留学生に向かっても、必ず彼の活動状況を尋ねたと伝えられる。 ピアノ競争曲第三番、二千年から二千一年と、宇治十条、0九百九十八年はその奇跡を語る、上で欠かせない作品であるが、ピアノ競争曲第三番は二千十年に、ようやく初演されたものの、宇治十条は、未上演のままである。声の肉感性を極限まで、第三期で追求した松平は、この時期からは濃厚なポルタメントも影を潜め、より起伏や、 展開の感じられない淡々とした音調を綴ることをよしみした。ピアノ独奏のための運動2000年やフルート、ソプラノ、箏のための3つのオルドル E1995 年では紅葉らしきものはほとんど感じられない。音源と楽譜が比較的容易に入手できる後期作品としては還元楽のための春脳展1993年が挙げられる程度で、 あり、1990年代からはほとんど新作の出版を行っていなかった。亡くなる数時間前まで、ソプラノ、フルート、ピアノのための歌謡、歌料金、2001、絶筆であり全曲は未完。最後の楽章にあたる、急の曲は、死の一週間前に完成しており、初演済みを作曲していたというほど、最後においても作曲家としての態度を一貫させた。 人生であった。野平一郎のための、ピアノのための運動も一度は断ったらしいが、ほどなくして全曲が完成され無事初演されていた。松平は、移植を受けなくとも、自らの意思で作曲を続けたので、作品の数は、非常に多い。未上演、未出版の作品も多くある。これらのうち、ミクロの世界、追われる、癌細胞については、東京シネマ新社のサイトにて、 ストリーミング配信されている。全作品の著作権が2071年に切れ次第、デュラン社は松平の個人全集を出版すると発表した。生前は音楽の友社、全音楽不出版社、リコルディ社、ゼルボーニ社、ソニックアーツなどにわたって作品を出版していたが、最重要作すらもこれらの出版社から入手できないありまである。 松平自身がピアニストであったこともあり、ピアノ作品の出版にはこだわり続けた結果、セルボーニ社、音楽の友社、全音楽不出版社から数割のピアノ作品が出版され、未出版の作品も演奏の機会にはかなり恵まれていた。しかし、これらの作品を商用録音で聴ける可能性は今もなお少ない。明治学院大学へ移管された日本近代音楽館には、 ピアノ・ソナタなどの未出版の作品がかなり収められている。自筆譜は現在上野学園大学が全て管轄下に置いているが、情報流出を防ぐために一般人の写真撮影とコピーには全く応じていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。